皆さんおはようございます。バリバリ、こんにちは、こんばんは。おっと、なんか固まってる。おっと、よっ、なんだ、固まりだったんだろう。おー、一人やられてる。マイヤ行こう、早く、敵が来てるよ。急いでここを突破しよう。ちょっと待って、レーダーに見る限り敵が近いじゃん。は、奥にもいるのか。ワン投げるぜ。危ない、よし、いい子、力を。ナイス、逃げよう、ここから逃げるんだ。早く、とにかく逃げないと殺されない。安心。というわけで、死神の手にならない奴らだぜ。死神のメンバーマン突撃実況プレイ第48回目を始めたいと思います。さあ、設置しちゃおう、敵が来る前に。今回は爆破5ラウンド3分で、場所は紛争地区です。敵は一人スナイパーだったよな。もう一人が赤だ。ボム投げるぜ。俺、そんなことはやばい、危ねえ。よし、うまく時間稼ぎするんだ。ダメか。早いな。暴れてやるぜ。嫌いでカバーだ。畜生、どや。次は負けない。全員行くぞ。さあ、よっさ、先制攻撃しよう。攻撃なんかわからない。決まった。あ、もう一人いる。よし、もう一人。よし、トリプルキール。危ねえ。シグツ強い。イベントの位置で使ってるやん。やばい、あの人投げるぜ。このままに残り3人ここに追い込んでれば勝てるはず。だけどちょっとあまり無駄死にはしたくないし、とにかく爆弾設置させないように3分間耐えればいいんだけど、敵が危と危ない。もしかして敵チーム2人スナイパーで1人火縄か。ってことは、この人はちょっと怖い。クイックショットが、さっきのが少し恐怖になってる。うまく抑えないと。こっちから出てきてる気がする。いや、マジかよ。強いな。てか2人とも HP がやばい。これはまずい。アイディアさんが多分 B ポイントに設置されしてしまうはず。さあ、やばいな、ジャックさん横に気づいてないか。あれ、ちょっと風がちょうど前からちょっと悪いな。これで OK だ。そういえば言うのを忘れてたのですが、今回はちょっとマイクの音量を上げての撮影になっております。もし悪いところがあったらコメントで言ってくれてありたい。この勝負もらったな。気合でカバーだ。ありがたいです。あれ、風の音が。よっ、自分の声ちゃんと入ってるもん。2人やられた。なんで、了解。強さもういるのかな。上にも下にも。
ゴム投げるぜ。ほら、まった、どこだ。くっそ、浮いてない。よっ、おっと、今週の、今週ってか今日だ、今日アップデートでゴム投げるぜ。ほら、ショートを取って、押したかった。なんて言うだろう、エアボムと食事のなんか吹き上げ時間っていうのが、吹き上げの大きさが真ん中くらいでダメージもある。なんて使え、投げる時点ではエアボムとかと変わらないんですけど、ダメージについた代わりに飛ぶ浮いてる時間が短くなってボムって感じですか。まあとにかく、ま、ジャックさんだけになってしまった。これはまずい、挟まれて、これ片方を倒せないとダメだった。俺様の出番だぜ。おっと、手が震えてきたぞ。よっ、疲れて負ける気がするけど、やっと、なんといく、うわっと、しまった。浮いてるのに惑わされたな。この装飾系ヨシズさんが使っているこのミッションガトリングという字ですかね。今日新しい装備どれだっけ、まずいミッションの字なんですよ。何ですかこれは。やられちゃった。クッション抱き枕って設定なのに銃が撃てるという、なんか凄まじい設定。ペーパーマンらしい、らしくない、らしくない。なんかこんな似てる武器が死ねそうにあったような気がする。さあどうぞ。敵はまだ誰一人倒されてない。そしてまだ残り3人、それを今見たこのままだと A にセットされてしまう。セットされた A ポイントしかし A の位置か、また来た、ここを倒すことができた。よっ、なんか来たぞ、メンチェスターでまた来ちゃう。ナイスショット、いけるか、ここで相手は5人だがやられてしまう。ここになんか来たぞ、だけナイスショット。ボムを投げるか、エアボムで A ポイントに向かうらしい。しかしこれはきつい、どうだ、残り1。まだ始まるのか。カバーだ。ヘッドサイトの部分、練習の時みたいに表示されてない。ダメだよ。持ってなかったから。ダメだったね。気合でカバーだ。そう。これ打たれなければいいや。よし。ナイスショット。いいショットだ。気合。ダメだよ。じゃあ、この死が精度の力を見せてやる。おーっと。ゴム投げるぜ。おれ当たらない。上と浮いた。 A 行きましょう。よし、当たった。了解です。 OK。 こっちから B 逃げる人が出てくるはず。ゴム投げるぜ。おれ状況報告。よし、よし、よし、やばい、ボールだ。ちょっと危ない。俺なんだぞ。スペックたまるか。ナイスショット。素敵。やった、一勝だけはできた。こっちはクリアだ。暴れてやるぜ。というわけで時間が来たので、ここでパート2へ移ります。